こんにちは、ドクターネックスです。さあ、今日は9月4日の17時なんですけれども、あのですね、やりたいことがたくさんあるんです。例えば、キャラクター、チケットがですね、もう300枚を優に超えているという状態でこれをやりたいのと、アクセの方が200枚を超えているというところでこれをやっていきたいんですが、あのですね、現在 AM 2時35分なんですけども、僕今日5時起きで大阪に行くんで、ちょっと申し訳ないんですけども手抜き動画になっちゃいました。今日はね、マイステータスの紹介を、なんかあのコメントでね、何を一番使ってるんですかということだったんで、あのね、アイゼンを超えちゃいましたね、完全ホロ化1号が。で、ケンパチが、星6ケンパチがどんどん迫ってきてるというところですね。キャラクターコンペーター305で、レベルマックスは298。最近降臨が来たりとかね、無月、あれ、そこら辺はレベル上がってるな。イベントのやつか、等々でマックスになってないのが数キャラいるというところですね。クエストの達成率はいずれも全部 100% ですね。前回のバトルは途中で負けて920位ですね。っていうところかな。これ今さ、このダメージ、最大ダメージ量、これわかんないね、チートと一緒にやった時とかってどうなるんだろうね。それの値なのか、何でこんな値出したか全く覚えてないんだよな。1万もいくか、本当にわかんねえな。で、最近フレンド募集がないのはですね、今までフレンドさんがあの2日以上でどんどんいなくなってったんですけども、もうね、今ね、もう厳選されすぎて、みんなしっかりやる人なんで空きが出ないっていうような状況ですね。キャラ図鑑ですね。明日以降の動画はな、しっかりやりたいんだけどな。ガチャも引きたいしね、僕も。アイゼンの覚醒もしたいですね。今のところ覚醒キャラ1、2、3、4、5人。次はおそらく無月の覚醒と、その次にアイゼンかな、宝玉アイゼンかな。そうか、夜市ゲットしてまだレベル上げてないですね。随分終わりましたね。ソイホン、初期キャラはソイホン、マユリ、ウルキオラですね、持ってないのが。夏は全然なくて、ハッチなくてとかね。後半急になんかガッと埋まるみたいな。京楽と室谷アイゼンは、これは多分京都の体験版の時にしか落ちなかったやつですね。その時京都重くてできなかったんですよね、全然ね。っていうか、これ枠横幅伸びた？え？こんなんだったっけ？こんなにいっぱい見えたっけ？いなかった気がするな。ん？ん？ここはなんだ？あー、あれか、点検とかか。ここは、あー、バレンタインの、ランキングか。ここが、ここが、周平ですね。下は全部コンプできてるはず。そうですね。あー、音がほろかした。という感じで現在305キャラですね。あとはまあ、何かこれやってくださいとか何かリクエストがあれば、それに対応していきたいと思います。そんなところかな。境界師とかさ、もう9999とかになっちゃって売ったりもしてますね。評価液晶台は結構やっぱり使ってなくなることが多いですね。
で、覚醒は宝玉がね、あと2個欲しいんですよね。これから無月15、宝玉愛禅、体調愛禅で覚醒させていきたいんで、で、宝玉愛禅のために霊圧書を貯めたいのと、一応ね、無月は多分全部覚醒できると思うんですけど、あとはアビリティの解放が足んないんで、そこの部分ですね。まああれかな、幻突のためにも2人覚醒させてガチャ引きたいかな、ガチャチケ回したいかなっていうところですかね。今日はちょっと時間がないんで手短になっちゃいますけれども、これとあと何か動画のネタでこんなんやってくださいとかあれば教えてください。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。これから大阪行ってきます。 USJ 謎解き、お疲れ様でした。